ップ川張です。みなるです。はい、今日はリミテッドエディションさんに来たんですけど、みのるさんが欲しかったけど買えなかったやつ、いいなってやつ、いいなってやつをやりたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。はい、以上です。どう、別にこれ欲しいです。これすごいセールで安くなって、すげえ色がなんかいいっす ね、はい、スプライト、あのカレンディとレーサーは持ってるけどトレーナー持ってないから一足欲しいんです。あ、レーサーではないんですね、これフライニットトレーナー、トレーナー、へえー、あ、そうなんですね、いいです。メロンソーダ風なんじゃないかなと思ってそうね、そうあの僕そんなにあのオフホワイトのものとかって欲しいってあんまりならないんですけど、これ欲しかったっすね。おこれ2色、オフホワイトのズームフライマーキュリアルってモデルで、ズームフライにサッカースパイクをモチーフにしたのかな、忘れちゃったけど、同じでようなデザインのサッカースパイクも一緒に出て、あ、そうなんですか、これ欲しかったですね。ズームフライがまず欲しいのと、色とあとなんかこのドットが可愛いなと思って、これはちょっと欲しかったです。これ可愛いですね。ねえ、これ珍しくあのオフホワイトものでも僕あのオンラインやった2色ですね。あ、そうなんですね。この辺とか出た時は全然やんなかったんだけど、あとはあとこれ欲しかったっすね、パッパ、これあーありましたね、これは欲しかったっすね、これかわいいな、やっぱりそれだいぶ盛り上がったっすね。ね、結構お値段もなかなかに言いましたね、まあまあ、インスタグラマーさんすぐ上げてましたけど、ゲットしたらすぐ上げてた。これ何気にヨーロッパ限定の GMT っていうモデルの98、これ一緒にスピリドンが出てて、スピリドンはなんかもっとブロンズっぽいカラーで出てたんですよ。スピリドン欲しくて海外で安くなるの待ってたらあのサイズなくなっちゃって買えなかったんですよ。これやっぱかっこいいですね、これね、なんか今っぽいですよね、今っぽいすごい今っぽい感がある。しかもなんかでもそれだけじゃなくて普通にこれモデルが違うみたいですごい軽いです。あのホースランのドスンとした感じが全然ない、今っぽいが本当はドストライクですね。あとやっぱこれが欲しかったですね、僕は。あ、トラビス・スコット、はいはいはい、これこの数週は付け替えられるっていうのがすごい面白いですね。これは張り替えシリーズなんですね。そうそうそう、張り替えシリーズ、うん、これは後から出た、うん、真っ白の後に多分このセールカラーでクリーム色の方が出てるんですけど、そっちかな、ちょっとこれはね、僕変えたんですけど、いやこれめちゃくちゃいいですよ、ほんとおすすめです、ね、これはもう中があのベロアなんで春夏に合いそうなカラーだけど、春夏にはちょっときつい、中はベロアだし表面コーデュロイなんで、これからの季節もぴったりだと思いますね。これ変えてよかったな、これ古着でこれの赤だったかな、赤と黒のやつ半々になってるやつがあったんですよ、確か。それなんかで昔見かけてずっと探してるんですけど全然見かけないですね。少なくとも僕のサイズは見たことない。サイズでかいのないっすよね。ない、うん、マジでもうなんかもう買われてる感じがする、多分、うん、あのその昔のデカバキブームの頃とかに多分買われちゃったんだろうな。これとかめちゃくちゃ渋い、もうかっこいい、かっこいいな、ビジョン、うん、バンズとかコンバースが流行ってるからあえてビジョン入ってたら渋いかもしれない。いやいや、めっちゃいい、ビジョンかっこいいっすよ、かっこいい、うん、良かったんだよな。これ日本で出たら絶対欲しかったぞ、このカラーの8、緑、深緑的な感じ、そうそうそう、オリーブにオレンジでこのアンディフィーテッドっぽいカラー、あーっぽい、確かに。これ出たら欲しいなと思ったんだけど、なぜか日本なくて、エイト人気ないんですかね、やっぱり。そうなんですかね、まあ、確かにあんま調子良くないですね、そっちは。かっこいいよ、これめちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいです、めっちゃかっこいいです。チャンスがあれば、今でも欲しいと思ってる。回ってないですね、イタリアカラーって感じ。そうそうそう、ヨーロッパで限定で、なんか国の限定で出て、あともう一色、なんかタイダイ染めみたいなね、スプレーペイントみたいなカラーが3色で。ああ、国限定なんですね。国限定っていうか、ヨーロッパ限定で、その各国にこう合わせて、なんかこれイタリアとか。
まあ、まんまだけどね、色が、うん、そういう感じで出た。なんでモアテンなんだろうって思ったけど、ね、なんかヨーロッパっていうとエアマックスとかランニングのイメージあるから、なんでだろうと思ったの。今人気のリアクトエレメント、これ僕もこっちブラック持ってますけど、めちゃくちゃ履きやすいですよ。僕の動画のレビュー見ていただくと分かるんですけど、そうね、指が透けるぐらいアッパーが透明なんで、なかなか靴下にも気づかなきゃいけないっていう、難しい靴下です。透けるんですね。そうそう、でもすごい軽くてめちゃくちゃ履きやすいです、すごい。でこれまたここね、レディースサイズだから、もしかしたらメンズサイズより見つけにくいかも、ね、女性の方で探してる方とかペアで履きたいね、男性の方とか。これあれですね、なんかレディースサイズなんですけど、すげえ可愛いです。これ可愛いね。おお、いや、もう左右で色違いなところ、多分 レディースでしか出なくて、しかもなんかすごい限られた店舗しか出なかったやつだと思う、うん、あ、そうなんですか。ちょっと何のやつだか忘れちゃった。はい、まあ、出すぎてよくわかんないですよ。そうそうそう、ちょっとなんかハロウィンなんじゃないかなー感ありますね。そうだね、これからの季節に。ピラのピースワイズってやつらしくて、今なんかだいぶ調子いいらしいですから。へー、やっぱこういうのなんだね、こういうちょっともっさりしたデザインっていう、もっさり系。今フィラーがやっぱ相変わらず調子いいっすね。らしい、調子いいらしいっす。これなんか もっちゃりというか、ね、もっさりというか、やっぱなんかハイブランドのバレンシアガとかね、グッチとかその辺の似てますもんね、若干。でもあの辺よりさ、こういうスポーツブランドのやつの方が履きやすいもんね、絶対ね。メンズサイズもあるみたいなんで、ね、これしかも価格も1万ちょいぐらいだからいいかもしれない。いいっすね、ね、これちょっと可愛いな、ね、似合いそう、うん、これが超流行ってるから、ガバリさんのサイズがあるかどうかわかんない。30だ、これ結構あの見かけるじゃないですか。うん、だから逆にこっちパターンっていう感じですかね。あ、これ見た目の割にめちゃめちゃ軽い、これのこれの10分の1ぐらいの体の。いや、それが重すぎるんですよ。それは重すぎるんですよ。まあ10分の1ぐらいに軽い、本当にめちゃめちゃ軽い。あ、メンズね、それメンズもあるんですね。これメンズっす。多分そうですね。ちょっとトレーナーっぽいですもんね。そうそうそう、この辺はトレーナーですか。トレーナーと3と1だけ、なんかくっつけたんですよね。あの人が好きなモデルくっつけた。なるほどね。やばいっすね。これやっぱいいっすね、セブンのフォローでもね。そう、やっぱオリジナルカラーなんで、やっぱ僕はね、この辺がすごい好きですね。すげえ、ちょっとね、安かったっすからかな。いや、ちょっとやっぱりね、こうなんか思い入れがあるというか、懐かしいんじゃないかなー感あります、ね、なんか古着屋でよく見かけた、見かけた、ね、セブンのこの色って、うん、いや、いい色っすね。懐かしい、懐かしい、かっこいい、うん、ちょい前、あれっすね、前のモデルとかもあるんですね。これはいつの、あ、そうか、コンコールド今年出るしね。コンコールドも前の復刻か、前の2011ぐらいですか。じゃあ来た、そういうことない。ということで今回リミテッドエディションへ行ってきました。はい、流行りのものがこういっぱいあるから、時々はね見に来ないと、うん、こういうお店もちゃんと見とかないと、そのなんか流行に、ね、取り残されちゃうから、うん、感覚が鈍ってしまいますからね。もう好きなものしか見てないから、いや、どんなものがいくらで売ってるのかとかちょっとね気になりますもんね。あとはやっぱりレアものをこう実際手に取って見れるいい機会かもしれないし、もちろんそのお店で買うっていう意味も含めて、うん、そうそう、なるほど。ということで実際見れて買えるっていうのはやっぱりね、あのネットが主流になってと、なってるとはいえ、うん、こうやってお店で買った方が安心感ありますしね。はい、うん、若干テンション低くないですか。大丈夫ですか。雨のせいだよ、雨の、雨のせいですか。めちゃめちゃ降ってるだよね。だってめっちゃ降ってます。めちゃめちゃ降ってる、めっちゃ降ってます。はい、ということで皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでじゃあリミテッドエディションさんへ行ってきた様子をお伝えいたしました。皆さんもぜひ原宿に来た際には、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上です。どー